これ視聴者の方から送られてきたんです。送っていただいたんですよ。北海道限定の札幌クラシックだそうです。見てみますね。こんな感じですよ。ここのね、2本はね、僕は冷蔵庫に入れてあるんで、今から飲みますけど、こんな感じで、札幌が、北海道限定の、ちょっと僕、これ見たことないビールですけど、いただきました。これを今から飲もうかなと思います。今日はですね、あんかけ焼きそばにします。買った焼きですね。これで、焼きそばを作っていきます。野菜をがっつり入れようかなと思います。できました。これがあんかけ焼きそばですね。パリパリ系のあんかけ焼きそばです。に、余ってたんでカレーも。これはシャバシャバ系カレーですね。なんだっけ。ビーフシチュープラスカレー粉でやりました。これは余りです。なので今日はこの2つでね、食べていこうかなと思います。まず最初にね、これいただいた、これですよ。札幌クラシック。これからいただきます。いただきます。うまい。普通の札幌より濃いですね。パリパリ系のあんかけ焼きそば。あんをがっつり作ったんで。いきます。うまい。味も結構ね、オイスターソースをね、足したので、かなり濃いめにできます。うまい。これは、あれだな、からしのとこに来たんで、うまい。ビールに最高ですね。カレーいきますね。ビーフなんですよね、これね。ビーフカレーで。いいですね。こんなに辛くはしてなくて、ビーフとマッシュルームメインで、洋風な感じのカレーですね。欧風カレーですね。いやー、めちゃくちゃうまい。ということで、ゆっくり食べます。昨日からずっと引き続いて雨ですね、ほんとね。ほんと嫌ですよね、この季節というか、雨はね。すいません、昨日はね、休みました。YouTube、サボっちゃいました。なので、今日は、頑張って、その分、動画作ります。作ろうと思ってます。ので、お付き合いくださいませ。まあ、だから昨日から7月になったんですよね。月末まだ頑張りたいんですけど、月初ぐらい休みたいなってね、ちょっと思ったり。するんですよね。なんだかんだこう撮るのもそうだし、ネタを考えるのもそうだし、編集するのもね、なかなかね、労力いるんですよね。7月は夏ですからね。まだほんと天気悪くて涼しいですけど、頑張っていきたいと思います。ということで、今日はですね、まずですね、オープニングなんですけど、こういうのどうかなと思って、ジャム、はい、キャンディーアップルですよね。キャンディーアップル、ご存知ですかね。あれですよ、こいつずのね、食べた代官山のリンゴのリンゴ飴ですよね、懐かしいですよね。ちょっと今流行り終わっちゃいましたけどね、流行り終わった中で、買っちゃいました。一時期本当にすげえ流行ったんですけどね、こいつで効果なのかなんかわかりませんけど。でもね、食べたかったんですけど、なかなか食べる機会は僕もなくて、こんな感じです。ちょっと初めて行ってみます。開けてみます。はい、こんな感じですね。じゃあ行きます。あ、買った。うまい。これそのまんまだと相当食べづらいですね。切るのかな?ただ、リンゴうまいですよ。リンゴ自体相当うまいです。これ飴ですね。飴も美味しい。砂糖だよな。おいしい。リンゴがね、やっぱちょっとちっちゃいんですよね、普通のリンゴよりね。小ぶりなんですよ。
それに飴をこう塗ってあるっていうシンプルな、普通だとお祭りでねやつなんですけど、なるほど、美味しいです。カットしてある方が食べやすいかもしれないですね。そのままバリバリいくとリンゴ以上に食べづらいですね。もう飴が硬いんで。ただ美味しいです。美味しいことは間違いないです。これ結構一つ食べるの相当疲れるなと思うんですけど、懐かしいなと思って、これね、七瀬がね、なんかこうオフでね遊びに行った時に食べてた、美味しかったです。ということで今日もねぼちぼちやっていこうかななんて思いますんで、よろしくお願いいたします。何やってんだそんなとこで、これ何やってんだそんなとこでね、これ無理、これこれ何やってんだそんなとこでね、何やってんだそんなとこで、これこれこれ寝てんのかずっとそんなとこでね、廊下で寝てんのか、やだやだ、伸び伸びするの、伸び伸びするの、ほら伸び伸びするの、ほら、あ、足伸びして何やってんの、どうすんの、どうすんの、ほら行くよ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 、なんで自分のとこ行ったの、取ってんか、足伸ばしてんの、足伸ばしてんの、足伸ばしてんのか、くれ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 、やりたらいいな、プープーしてんのか、これプープーしてんのか、ドアップドアップだよ、やら大きい顔、大きい顔で、やら大きい顔で、大きい顔で、かわいい、